日本共産党労働者派は、1930年6月、水野茂らを中心に結成され、1933年頃まで活動を続けた日本共産党の分派。一般には、回答派の名称で知られているに、党の解散を主張した山川人志らを第一次回答派とし、ここでいう回答派を第二次回答派とする見解もある。 1928年の3.15事件により、検挙された共産党の前中央事務局長、水野茂雄は、獄中において、党の方針に疑問を感じるようになり、1929年5月、主期、日本共産党脱党に際して、党員諸君におまとめ、同じく獄中にある党員、活動家の会談に不死賛同を求めた。彼は再建された。 党組織が弾圧により再び壊滅しつつある状況を前に、これを敗北と捉える政治的リアリズムに立脚するべきであり、日本の情勢に適応せざる戦術の採用、それを促すコミンテルン盲主義、それによる党の大衆よりの孤立、君主制廃止スローガンの求心主義、天皇寺主寺院党の土地の無償没収スローガンの原理主義、植民地問題における、 英米物と日本の質の混同の6点を誤りと認めることを主張した。特に君主制配止は日本の国情に合わないためコミンテルンとの関係を立った上でこれを撤回するべきであるとした。水野がこのような声明を発するに至った背景には一つには幹部が待合で遊興中に逮捕されるような等の 腐敗に対する憂慮があったが、主としてコミンテルンの27年定税によって、自分たちが信奉していた福本イズムの方針が頭ごなしに否定され、福本派の幹部が一掃された経緯に由来するものと見られる。共産党分裂を目論んだ思想検事、平田勲がこれにつけ込み、水野は平田に誘導されて、戦術の声明を出すに至った。その後、 獄中にあった、角谷博士、浅野明、河井悦造、南木一、村尾札夫らの党幹部が水野の声明に同調したが、彼らの多くは、福本イズムに影響を受けていた人々であった。水野らは3.15及び4.16事件の後半で統一被告団からの分離を求め、1930年、保釈出獄した。そして彼らは、 日本共産党労働者派を正式に結成し、中央委員会を組織、共産党に対抗し、独自の赤旗を機関紙として発行した。しかしその行為は、多くの株党員からは、裏切りとみなされてほとんど支持を得ることができず、党中央も彼らを、回答派と呼んで、除名処分に付した。そして武装命令事件により党組織が壊滅した後には、 党中を債権を目指すグループから強い批判を受けた。これらの結果、回答派に結集した多くのメンバーが、自己批判して党に復帰したため活動資金は枯渇し、回答派は1933年までに消滅した。回答派の運動は、政治的には極めて小さな力しか持たなかったが、コミンテルンとの関係断絶と、君主制廃止考量の放棄により、 天皇制の存在を前提とした共産主義運動を目指す考え方は、その後の佐野学部、鍋山貞地からの天皇生命に継承される形となった。ただし君主制の承認を除けば、回答派は、基本的にはコミンテルン第6回大会の決定を、ほぼ支持する立場であり、また、日本の満州侵略戦争についても、一応は反対の態度をとっていた点で、 後年の差の鍋山生命とは大きく異なっている。ありがとうございます。